俺が小学2年生の時、父親が交通事故で亡くなった。家族思いで優しかった父親が突然いなくなったショックから、俺と母親はなかなか立ち直れなかった。会話の中心にはいつも父親がいたから、家族同士の会話がほとんどなくなって笑顔も減る。休みの日、外に出かけることもなくなった。俺と母親が悲しみから立ち直るきっかけをくれたのは、妹のミクだった。ミク、お兄ちゃんにも見せてあげたら？あの絵。父親が亡くなってから数週間後、夕食の時間に母親がミクに言う。心なしか母親は穏やかな顔をしている。うん。ミクは大きな声で返事をすると、席を立って自分の部屋に行き、すぐに帰ってきた。手には丸めた紙を持っている。じゃーん。ミクがそう言って見せたのは一枚の絵。4人の人物が描かれ、左からママ、お兄ちゃん、ミク、パパ、そして一番上には大切な家族と書かれている。俺は父親が亡くなってから、ミクがしきりに俺に字を教えてほしいとせがむようになったことを思い出した。ミクは、パパにお手紙を書きたいからと言っていたが、絵を描いた時、覚えたての文字を入れることを思いついたのだろう。ミクはパパがいた時みたいに、みんなニコニコしているのが好き。みんながニコニコしないとパパだって悲しむよ。俺と母親は顔を見合わせる。母親の目からみるみる涙が溢れ出した。おいで。母親が俺たちに手招きする。俺とミクは母親の胸に飛び込んだ。母親が俺とミクを強く抱きしめる。その時俺はもっと大きなものに包まれたような気がした。父さんが俺たちを抱きしめてくれている。俺はそう感じた。今までごめんね。そうだね。私たちがニコニコしていないと、パパ、悲しむよね。これからはニコニコ家族で行こう。母親が俺とミクの顔を交互に見ながらそう宣言する。俺とミクはゆっくりと深くうなずいた。次の日から俺たち家族には少しずつ会話が増え、笑顔も出るようになった。休みの日は家族3人で父親とよく訪れた公園にも出かける。きっとどこかで俺たちのことを見守ってくれている父親に、家族3人元気で頑張っている姿を見せたいと思ったからだ。父親の死後、専業主婦だった母親は家の近くの会社で事務の仕事を始めた。しかし生活が楽ではないことは小学生の俺でも分かった。俺の祖父母は4人とも亡くなっていたし、遠くに住む親戚との付き合いもほとんどなかったから、母親は誰も頼る人がいない。母親はきっと不安だったと思う。それでもニコニコ家族で行こうと宣言してから、母親は以前にも増して俺たちの前では笑顔でいてくれる。笑っていればどんな困難でもきっと乗り越えられるよ。いつの間にか母親は俺とミクにそう言うようになる。俺は分かっていた。俺たちにそう言いながら、実は自分に言い聞かせているんだってことに。家計は苦しかったが、俺は高校まで通わせてもらえた。そして高校卒業した俺は、自宅から通える運送会社に就職した。大学に進学したかった俺が就職することを選んだのは、ミクを大学に通わせたかったからだ。俺はミクが学校の先生になりたいことを知っていた。父さんと同じ道を歩きたいな。高校受験の勉強していたミクに将来の夢を聞いたとき、ミクはそう言った。次の瞬間、ミクはハッと我に返ったような顔になる。嘘嘘、今の冗談、なれるわけないよね。そう発言を打ち消すように手を振った。しかしミクの本当の気持ちを知った俺は、母親に大学には行かず就職することを告げる。
俺頭悪いからさ、近くの国公立大には受かりそうもないし、かといって私立に行こうとも思わないし、だから働くよ。そう言った時、母親は今にも泣き出しそうな顔になった。俺の本心でないことが分かったのだろう。ニコニコ家族。母の泣き顔を見るともらい泣きしそうだった俺はそう言った。すると母親は慌てて俺とは反対側を向いて涙を拭うような仕草をする。そしてもう一度振り向いた時には笑顔。目にはまだ涙が残っていた。俺と母親の会話をミクは聞いていないし、母親も話してはいないと思う。でも何かを察したのだろう。高校に進学したミクは、俺と母親が大丈夫かって心配になるくらい勉強した。そして無事に希望の国立大に進学し、4年後には地元の小学校の教師になった。さらに3年後のある日、ミクは結婚相手を連れてきた。話があるから時間空けといて。前日ミクは俺にそう言った。でも結婚相手を紹介されるなんて思ってもいなかった俺は、驚きのあまり言葉が出なかった。母親は気づいていたようだ。話があるって言われた時にピンときた。結婚相手を連れてくるって思わないあなたが鈍いのよ、と俺に言った。ミクが結婚相手として連れてきたのは高校時代の同級生。勤務先を聞いて俺はびっくりする。今度は母親も俺と同じように驚いた。地元では有名な建設会社社長の長男だったからだ。将来はその会社の社長になるのだろう。玉の輿。二人がのろけ話をしている間、俺の頭の中はその言葉が何度も浮かんでは消えた。それから半年後、ミクは結婚式の日を迎えた。事前に準備することがあるということで、母親とミクは俺よりも先に家を出る。二人が家を出てから1時間くらいして俺も家を出た。タクシーで行こうと思ったが、なかなか捕まらない。道路で拾うことを諦めた俺は駅へと向かった。その途中、俺は一人のおばあさんに声をかけられた。すいません、〇〇ビルはどこでしょうか。一人で行動していたら家族とはぐれてしまいました。場所を聞かれたビルはそこから歩いて5分くらいのところにあった。おばあちゃんが行きたいビルにもタクシーはいるだろう。そう考えた俺はそのビルでタクシーを拾うことにした。一緒に行きましょう、案内しますよ。俺はそう言ってそのおばあさんをビルまで案内した。おばあちゃん。ビルに到着すると1階のフロアでおばあさんを呼ぶ大きな声が聞こえた。声がした方を振り向くと一人の男性が俺たちの方に向かって走ってくる。よかった、急に亡くなって心配したよ。その男性はよほど動き回ったのだろう。顔中に汗をかいていた。ちょっとだけ外で休憩して戻ろうとしたらビルの場所がわからなくなってね。こちらの親切な方が連れてきてくださったんだよ。おばあさんはその若い男性に説明する。ありがとうございました。その男性は俺に深々と頭を下げた。そして頭を上げると、ところでと言って続ける。もしかして今から結婚式じゃないんですか。そう聞かれた俺は1時間半後に妹の結婚式が始まることを伝えた。それは大変だ。もしよろしければ俺が送りますよ。バイクですけど、今からタクシーを拾うより確実に早いと思います。俺は少しためらったが、ミクの晴れの日に遅れたくはなかったので好意に甘えることにした。するとその男性はスマホを取り出して誰かに電話をかける。近くにいる妻がもうすぐここに来ます。さあ行きましょう。その男性はおばあさんに動かないように言って、俺たちは駐輪場へと移動した。
ミクの結婚式場には開始1時間前には着くことができた。俺はその男性にお礼を言って式場内へと入る。もう遅い、何していたの？新婦の控室に顔を出すと、ウェディングドレスを身にまとい、いつもとは違う雰囲気のミクに怒られる。一生に一度の晴れの日に花嫁が怒るなよ。今日はそうはしないんだろ。角隠しがないから角が出ちゃうぞ。俺は軽口を叩いて母親を探した。たかしったら、なんであんな人を結婚相手に選んだのかしら。会場に向かうとき、そんな会話を俺は耳にする。お取引先にすごく素敵なお嬢さんがいらしたから紹介したのに、たかしったら、俺のことは俺が決めるって言い張って聞かなかったのよね。たかしという名前を聞いた俺は足を止めた。その名前はミクの結婚相手だったからだ。当然その女性が言うあんな人はミクのことなのだろう。私、あの人のことお姉さんって言わないからね。隣にいた若い女性が言う。ミクさんは素晴らしいお嬢さんじゃないか。こんな日にそんな失礼なことを言うもんじゃない。一人の男性が女性二人をたしなめる。おそらくその男性が新郎の父親なのだろう。実は俺は新郎の家族に会ったことがなかった。両家の家族の顔合わせの日、俺はどうしても外せない休養ができて出席できなかったからだ。俺は三人から少し距離を置き、スマホを確認するふりをして三人の話を聞いた。その後も女性二人が、家の格が違う、うちの嫁としてふさわしくない、ミクの文句を言い続ける。誰が聞いているかわからないんだぞ、やめなさい。そばにいる男性は何度も注意したが、何を言っても無駄だと感じたのか、苦笑いをしながら口を出すのをやめた。まさか新郎の親族が話を聞いてるなんて思わないよな。俺はそう思いながらどうしたらいいか迷っていた。結婚式前にことを荒立てたくはない。しかしミクのあまりにもひどい言われように俺は腹が立ってきた。そして感情を押し殺して三人に声をかける。おはようございます、ミクの兄の竹尾です。この前の顔合わせの日は出席できずに失礼いたしました。それからもご挨拶できずにすいません。俺がそう言うと三人ともびっくりしたような顔をした。おそらく話を聞かれたと思ったのだろう。なんとなく罰の悪そうな顔をしていた。でもそれは一瞬だった。次の瞬間俺に言ってくる。私たちの話聞いていらしたんでしょ？ならちょうどよかったわ。私たちはあなたの妹さんをうちの嫁として認めてませんから。こら、なんてこと言うんだ。間髪入れず横にいた男性が怒ったように言う。いいえ、こういうことは最初が肝心なんです。何も知らないのにいきなり当家の嫁ですって顔されても困るんですよ。その女性は俺にも目くばせをしながら男性に言った。俺は拳に力を込める。我慢すべきなのか、それともミクのために何か言うべきなのか、判断がつかない。その時だ。お久しぶりです斉藤先生。俺の後ろから声がした。振り返ると俺を送ってくれた男性が立っている。あ、山田君。その女性がつぶやいた。先生、小学生の頃悪さばっかりしていた俺に優しく諭してくださいましたよね。相手の気持ちを思って行動しましょうって。俺、先生のその言葉を今でも覚えています。お話聞いてましたけど、あの時の言葉今の先生にお返しします。あなたには関係ないでしょ。新郎の妹と思われる女性が言い放つ。その女性は黙っていた。この方のおっしゃる通りだ。お前たちはミクさんの素晴らしいところを全く見ようとしていない。ミクさんの気持ちを考えてさえいない。自分たちの発言を恥ずかしいとは思わないのか。少し土器がこもった言葉に二人はしゅんとした。そしてその男性は
俺の方を向いて言う。お見苦しいところをお見せして失礼しました。ミクさんはうちの大切なお嫁さんです。しっかりと大切にいたします。男性がそう言った瞬間、俺の目から大量の涙があふれ出た。新郎の家族が結婚式の会場へと向かったのを見送って、俺は送ってくれた男性に尋ねる。ありがとうございます、助けてもらっちゃいましたね。するとその男性は、いやいやという感じで手を振って俺に言う。お礼を言おうと思ったんで。何のことかわからず俺が不思議に思っていると、その男性が教えてくれた。その男性は俺の父親の教え子らしい。その男性が中学3年生で父親を亡くした時、俺の父親が親身になって相談に乗ってくれたそうだ。将来に希望が持てず投げやりになった時、俺を説得するわけでもなく、とにかく俺の話を聞いてもらいました。話しているうちに自分の道を決めることができたんです。その男性は昔を懐かしむように言った。そして会場の入り口に掲げてあった看板の名字を見て、もしかしたらと思ったそうだ。俺の名字は三浦。全国でも数少ない名字だと聞いたことがある。小学校の時にお世話になった先生と、中学校の時にお世話になった先生の家族に同じ日に会えるなんて奇跡ですよね。その男性は笑いながら言う。俺はその笑顔を見ながら、この奇跡はきっと父親が起こしてくれたのだと思った。そしてきっと今もこの会場で父親は俺たち家族のことを見守ってくれているのだろう。